皆さんこんにちは、プラザ投資の伊藤です。今日は9月の18日日曜日です。今日皆様にお話しするお話、9月の2日の週は6月の17日の週 に時給的にも波動的にも似てたのではないかという話です。そして何よりも大切なのは、この相場が本格下落に入るにはニューヨークの下降参拝入りが確認されなきゃいけません。下降参拝の有無はどこで見るのかってことについて順を追ってご説明させていただきたいと思います。それではまずニューヨークダウの月足を見ていただきましょう。ニューヨークダウ1月から6月にかけて月足で陽線が2つ入っております。2回戻しを入れて5波動の下落になっておりますから、これが下降1波です。ここから2波に入って陽線が入ってますけれども、8月9月と今のところ連続陰線になっております。ポイントはこの陽線の下値が30,143ドルですから、この陽線の下値を、この2つの陰線で割らないということになると戻しやすいという読みとなります。やはり大切なのはこのあくまでも143ドルというのが下降参拝の大きなポイントではないかと思います。次は日足を見ていただきましょう。高値となったのは8月の16日の週です。16日の日です。この日から1波2波、2波というのは引け値で戻しを入れたところ2波としております。3波自体はその中に戻しが2回入りますので、ここまでが3波です。この4波の戻しで注意すべきは、ここで並びやかという冒頭線が出てて、それで窓を開けてまた下げて離れ3手のような足が出ております。先ほど申し上げたポイントというのはこの30,143ですね。ここを割ると29,653を割る可能性が出てくるということで、あくまでも今回の下値、この2つのポイントが大きな判別のポイントになるのではないかと考えております。その次、日経平均について申し上げたいと思います。日経平均、前回前々回の YouTube でも指摘いたしましたが、波動が下に転換するには27,062を割らなきゃいけませんよというお話をしました。これは6月の20日の安値から最初に上げ止まった値段が27,062、そこから1000円棒下げて、そして29,222まで上がりました。27,268とこの27,062は割っておりません。今回も下げてきてましたけども、この値段を割るのか、さらにこの値段を割るのかというこの2つのポイントを見なくてはいけないと思います。次に先物について見ていただきましょう。先物前日足と書いてあります。前日足っていうのは夜間の取引も全部入れた足ということになります。前回の YouTube ではその大きなポイントは27,220にあるんではないかというお話をいたしました。1000円棒で見てもこの後1000円の上げ下げはしておりますけれども、前回の YouTube 入れた時は260と守ったから戻しますよっていうお話をしましたけども、今回は210円と10円ながら下を切ってしまいました。本格下落になるのかどうかということについて改めて考え直しますと、これは先物の昼夜連続の足だけではなくて、現物の取引がされている日中の足を見なくてはなりません。先物を日中足と書いてあります。この日中足のポイント、最初の上げ止まったのは27,070と現物の27,062に非常に近い値段になっております。その後下げてやはり来ておりますけども、この27,070を守るかどうかがやはり大きなポイントではないかと考えております。次は時給から見ていただきましょう。時給で今回私が最初に冒頭に申し上げた6月の17日の週と9月の2日の週は似てんではないかということです。時給で見てもそれが手に取るように分かります。6月の17日の週、外国人投資家現物先物合わせて1兆7157億売っております。先物だけでも9112億売ってるんですね。翌週も売っておりますから約、1兆円近い売りを入れたわけです。その後どうなったかというと、結局この売りが踏まされる形になりました。で、9月の2日の週もやはり1兆1833億外国人投資家が現物先物合わせて売っております。先物だけで7560億売っておりますけれども、9月9日の週、SQ の週は週末にかけて急騰したんですね。だからこれ急騰で一番やられたところはどこかというと、このゴールドマンサックスの売り立て局を見ると2万3000枚あったのが今7577枚と大幅に減っておりますので、
この急騰で踏まされたということになります。今後も踏むかどうかというのが大きなポイントではないかと思っております。次にチャートから見ていただきましょう。前回私はこの注目してたのはこの高値から上下値定める三角持ち合いから高値を抜きにかかりました。今回もポイントはこの 27,268 を下げで守るのかどうかということになります。守るのであれば三角持ち合いからもう一回高値に挑戦する可能性が残っているのではないかと思っております。なお次の詳しい見通しについてはまた YouTube で皆さんに明らかにしたいと思います。皆様今日もご視聴ありがとうございました。